資格ゲットという名の荒野を突き進む一人の男がいた。行け新資格ゲッター、ピカイチ。ピカイチの新たなる挑戦、チェーンソー伐木業務資格。それは鋼の牙を持つデンジャラスな怪物チェーンソーを自由自在に操るという危険な資格。まさに大地を切り開く山の男の証である。その修行の場、小松教習所東京センターで8時間の講習を耐え抜き、迎えた第一関門の学科試験。なんと結果は最高得点を叩き出し、見事合格。そして今回ピカイチはいよいよチェーンソー実技に挑む。それでは今週もこの方に登場していただきましょう。海の次は山を制すると豪語するこの方です。ピカイチさんです。はい、おい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 、どうしたんですかこれ。はい、どうしたのって、これ僕ね、一番最初に資格取ったからね。資格は取ってますけど、いや初めて見ましたけど、これずいぶん大きいですね。これ今日これで来たのよ。これで来た。これでピカイチさん、これちゃんとナンバーついてるから、これ高速走れんの、これ。あ、これで走れるんですか。ナンバーついてるからね。でも今日の入れたち気合入ってますね、さすが。実技千葉旅ですか。根本的に気合が違うね。おい。まあいろんな講習やってますけれど、我々の講習も始まりますから、はっきり言って遅刻です。行きましょう。高いはやめとこ。あ、もう始まってる、始まってる、始まってる、始まってる。これ取りてえな、これ。違う違う。もう始まってる、始まってる、始まってる。我々近くで見てますからね。いろいろ取れるんですよ。いいね。はいどうも。はい。じゃあ皆さん揃いましたんで、今日からの実技をね始めたいと思います。まずはチェーンソー操作の基本中の基本、玉切り。横になった丸太にチェーンソーを上から下ろし切り分ける作業である。だがここで最も注意しないといけないのが、猛スピードで回転するチェーンの先の上の部分が木材に当たると大きく跳ね上がってしまうキックバック現象。下手をすれば大事故にもつながる極めて危険な現象なのだ。切る時にはエンジンを吹かせて装置を回して切りに行きます。そうしないとエンジンかけたらこの間持っていかれる。おお、回しといて当てちゃう。おーっと、回しといて当てる。ピカイチさんのところまで木のくずが飛んでいきました。エンジンが上がってますから一番。あ、いよいよです。いよいよピカイチさんがその手でこの丸太を切ろうという実技講習になりました。上からまず切ろうとしてください。初めて丸太切りに挑戦。まずは上から切る玉切りです。腰に力入れて入った。チェーンソーが入った。10センチほど踏み込んだでしょうか。そして力を入れて、あ、こんなにたくさん木の粒が飛んでいる。半分くらいいったでしょうか。足を切らないように注意して。なかなか手強い。最後気をつけて、最後気をつけて。おお、ちょっと危なかったけど、切り終わった時にこうやってますから、切り終わった時に自分の足を切る人がある。安心してスコーンと抵抗はなくなりますから。痛いよ。いやいや、危ないところでした。今ちょっとキックバックをちょっと経験してみる。あった、キックバックの練習です。そうですね、その方がいいと思うね。一番恐ろしいと言われるキックバック。あった、うわすごい力だ。今は注意してますけど、これがもし不意にこんなことが起こったら、このチェーンソーが自分の体に飛んでくるわけです。これがそのキックバック現象の瞬間だ。そういう具合にならないように突っ込んでみてください。あ、なんとこのまま突っ込めという指示が出ました。キックバックに耐えながら突っ込んでみましょう。チェーンソーが入った。あーっと、ぐりぐりと入っていく。そして真っ白なこの作業着にクズが積もっていきます。もう半分ほど入ったでしょうか。なんだよ、おい。今のはたまたまキックバックしやがっただけの話ですね。突っ込んでいくときに、ね、こんな格好してこんなんやったら、あ、へっぴりがしちゃったんですね。キックバックするかわからない、吹っ飛んでいきますよ、ね、だから
突っ込んでいくんだから正面から突っ込まない。どうだったキックバック。いやーティーバックよりすごいね。力が必要ですね腰なんかにね。力必要かなりの。あの電気やと思って楽に消える思ったら大間違い、ね、腰はどんな格好でしたっけ。腰は腰こうね。続いて木を切り倒す側に斜めの切り込みを入れる受け口切りと、その反対側から横に切り込みを入れる追い口切り。図のように全部を切らずに中心に鶴と呼ばれるところを残すのがポイントである。よし一番。はい、だんだん難しいことになります。まず倒す方向の確認です。バット方向、よし。これこの上にやった方がいいんです。まずは切り込みを入れます。はい、その辺来てください。さあチェーンが入ります。まず水平に。びくともしない、びくともしない。入った入った。切り込みが入っていく。いつになく真剣な表情です。そうですね。足気をつけてね。なんかそのまま行くと、そのまま行くともうほとんど切り倒してしまうんじゃないか。あら三角形にならず台形になりそうだよ。どこ、あらどこに行くのか。さあ切り込みがつながる。あ、浮きました浮きました。おっとケーキのようだケーキのようだ。カードも確認します。あれえらい綺麗。じゃあダメですか。そう、あの素手に。よいしょ、大丈夫。じゃあ素手ですからこいつを倒してみましょうか。お、ね、さあ切り込みが入ります。追い口切り込みが入ると手前の方に倒れるはずです。水平にチェーンが入っていきました。確か少し残すんですよね。少し残さなければ。あらららら。もう一度その瞬間を見てみよう。私が手で押しましたけども、実際の木はずっと高いところがありますから、それが徐々にこう倒れていくんですね。はい、エンジンストップして。エンジンストップ。あっこれが練習です。今日実技の練習になります。試験は実際の木を1本通してもらいます。次の木を1本。クレーンの先にこんもりした山があります、ね、あの山の峠を越えたところに皆さんのために立ち木が 2,3 本準備してありますから、そいつを切りに行きたいと思います。なんと最終実技試験は実際に山に登って次の大木を伐採だ。次回果たしてピカイチは資格をゲットすることができるのか。今回は実技講習ということで、怖いっすね。怖いね。まあああやってピカイチ君も頑張ってるわけなんですよ。木を倒せれば、地震とかで全部家がなくなっちゃった時とかも。自分の力で作れますわね。力でね。だってそこで火だって起こせるでしょ。火は起こせるから。でも本当これで落ちる女の子いるんじゃないのかな。あら、落ちろ落ちろ。こういうこと言ってると赤いんですよ。言ってまうから。